対戦よろしくお願いします。今回はちょっと珍しい技、涙目を軸とした構築となっております。涙目といえばやっぱり真っ先に思い浮かぶのはメッソンくんですね。メッソンくんの泣き顔を見たら相手は戦意を喪失し、攻撃と特攻が同時に1段階ずつ落ちてしまうわけですよ。まあそんな姿を見たら仲良くなってしまいたくなりますよね。そんなことはねえぞ、気にすんなみたいな感じで、はい。そしてデデンデも覚えるんですね。デデンデの涙目なんて道だったらもうこれね、みたいな感じになりそうですが、よろしくお願いします。冗談やって、デデンデなんだかんだお前もう反相棒ポジションとして成立するぐらい大活躍しとるからな、お前。なんかね、電気のネズミたちとは相性がいいのか、割と活躍するんですよね、私の動画内では。よろしくお願いします。対戦よろしくお願いします。まあさっきの試合は一瞬で終わってしまったので、リピートアフターミーということで再放送だ、よろしくお願いします。まあ戦術に関してはお見せすることもなく圧殺だったわけですが、代わりにここで説明しておきましょう。メッソン君の特徴としては最低火力の氷の粒手が打てるということです。はい、まあこれが現状メッソンの差別化というか、メッソンである理由なのかな。わざわざ単体技をぶつけて弱点保険を起動するという動きはそんなに強くないのですよ。この指止まれで止まるし、一手無駄にするしね。なのですが、まあその他補助技込み込みでいけば必ずしも完全劣化とは言い切れないので、頑張れ、いくぜ。さあゴリラよりは早いかもな。まずはあそこにいる海洋が君ぶっ潰しておいた方がいいでしょうね。初手大魔してくる可能性もあるし、まあ海洋がだったら大ドラグーンでいけんじゃねえかな。これは満身ですかね。つぶてゼクロム、そしてゼクロムは開幕から大ドラグーン。海洋が横にいるゴリラに対しても攻撃低下を入れたいので、ジェットは打てないがお相手も打てないので、 S の上下関係についてはスカーフでもない限りは大丈夫なはずです。いきまーす、特艦せいや。これ一番困るのはスカーフ海洋画で、範囲技プラスグラススライダーでメッソンが落とされること。さすがにそこまで行くと手に負えねえね。ですが一応、おスライダーすら使ってないか、あるいはゴリラが遅いか、つぶて打つだけで退場はちょっとさすがにきついからね。この先ラッシュライダー受け止める。よし、一発ならまあ大丈夫です。大ドラゴン OK。さあメッソンを狙っている場合なのかな。ゴリラちゃんのその1ターンはさぞ無駄になってしまうだろうよ。グラスフィールドのおかげでメッソンの与えたダメージはほぼなかったことにできたね。今のところ状況はこちらが有利だと思いますが、ここから先の動きは考えないとね。お相手が大魔しなかったからジェットが理想だったかな。ジェット当てて S 上げておけばもう勝ち確だったと思う。それでいてメッソンも上から補助技かけれる立場になるので、ゴリラに必ずグラススライダーを打たれる立場になるという意味で、お相手の行動を強烈に縛ることができたが、残念ながら攻撃を下げるにとどまっているので、おお、捨て台詞とかまだしてくるかもな。とりあえずゴリラちゃんは厄介なので消えていただきますか。スライダー飛んできそうなので鳳凰に変えます。まあ、ここからはもう禁止伝説の暴力でいいかもしれないぜ。大魔一発すかすクッション的役割もこなせるので、そういう意味では熱いかもな。
ですがリラーブームさえぶっ飛ばしてしまえば S 的にこちらが圧倒的に有利。覚悟してもらいましょう。でこのゼクロム君のタイプとか、まあドラゴン電気、お相手の麻痺とかに対しては強いし、海洋画とかもワンパンで倒せるしで結構便利なタイプかなと。意外と弱点疲れにくいしな、地面とドラゴンとかだからな。まあ向こうがついてくるときはこっちもつくってね、全然効かねえそらよっと。 OK、 ここまで押しちまったらお相手も猶予がないぜ。捨て台詞をしてゼクロム君のステータスをズタズタにすることはできるだろうけど、それでもきついのではないかね。もしかしたらここから先ゼクロム君はスルーされてしまうかもしれないが、ここでさらに威嚇入るからな。そういう意味ではガオガエン狙ってもよかったんですが、ね、おお、最優先で潰すべきやつが出てきたな。 S が上がってる今のうちだね。どれだけダメージが与えられるかは分かりませんが、ベストは尽くすべきでしょう。でこのタイミングだとさすがに鳳凰はスルーされるな。というかダイマックスしてくるのかガオガエンが。ここは大ドラグーンですかね。空飛んでもいいんだけど、聖なる炎ザシアン、そしてゼクロム君は大ドラグーンをガオガエンに攻撃を落としてやりましょう。流れを掴んでいく。幸いにして鳳凰君が一回待ってる状態になってるので、これでザシアンよりギリ早かったよな。まあ耐久調整してるザシアンなら文句なく抜けますし、考えることが多いなダブルは。ですがほぼほぼゲームセット状態。メッソンを活躍させたいがあまり攻撃の優先度を見誤った感は認めます。どう考えてもガエン仕留めておけば鳳凰とゼクロムで勝ち確だった。しかしこいつらの活躍はいつでも見れんだよ。おっと大魔しない、選択肢が消えちまったっぽいか。バークアウトとかか、何してくんだろうね。捨て台詞でひたすら火力を落としてくるか。それ焼けちまいな、焼けない。うわーこれは困るわ、これは困るわ。ですがもう猶予ないよ。地獄好き、くーこれはちとまずいかもな。猶予がない。剣の前を搭載しているとはね。やけどが入れば十分なんですが、まあじゃあひるませるか。こういう時に雪崩は強い。せっかく上が取れるんだ、活用させてもらいましょう。腕組むじゃん、まあ見てな見てな。次ダイマックスしてダブルで押せかかってくる可能性はある。ですがガオガエンの技的にダイバーンしかないとかいうオチじゃないだろうか。いや地獄好きあったって、いやなんでダイマ切らないんだろうな。他に優秀な補助技があるか。切ってきた、何かあるんでしょうね。地獄好きを一発入れなきゃいけない理由、思いつかんが。ですがしっかり切ってきたのでここからはガチンコバトルになるな。あいつ弱点保険じゃねえよな。うっかり岩なだれ打っちまってるけど、ザシアンに当ててほしいんだけど。むしろはい、さすがにそんなまさかは起こらなかった。2発目の炎 25% だぞ、やけどにならなかったらさすがに燃えるわな、燃えるわ。聖なる剣ゼクロン、しかしゼクロンは防御面はかなりカチカチよ。あーくよし、大ドラグーンが効いてますね。
さあ特防が下がってしまいましたが、まだいけるね。このまま聖なる炎をプラスアルファで押してやるのが一番良さそうだね。ガエン単体ではもう勝ち目はないでしょうし、聖なる炎、そして雷撃ぶちかますぜ。なんならもうガオガエンでもゼクロも落とせないんじゃね。これなんだかんだ最初の一手で海王が踏み潰したのが効きましたね。ガオガエン君はダブルのサポート性能に魂売っとるんで、もともと火力は出ないからな。うわー、それはやるねー剣の前にそこまでやったのか。2枠潰れてんだが、もう一つは巨獣山か。しっかり防がれちまった。アクー2発目ですが、ゼクロムは硬い。よし、物理はいませんからね。お、聖なる炎の火力が元に戻りましたぜ。さすがにここはもう安定でしょう。ゼクロム君の命と引き換えですが、しっかりあのザシアには退場していただかないとね。草も枯れる、この展開。聖なる炎、そしてゼクロム君、最後に一発飛ぼうぜ絶望の飛翔。二連守るはあかんやろ。だがそれでも問題はね、 I can fly、 空も自由に飛べる。さあ一ターン絶望が伸びただけだぜ。やけどのダメージがむしろ乗ってしまって、さらなる絶望。ガエン一体の地獄好きではもうどうにもならんべ。ダイマ終わっちまったしよ。ゲームセット。さすがに耐える余地はないでしょう。3連守る3連守るはないやろ。決めたらレジェンドですよ。なんかその時点で負けた気分になるよね。いっそゼクロム君はとっとと、やーびっくりした。では上から失礼、トッキャン。まあまあ出ますね。まだ聖なるフォロー、グワイ。オーケー、なんだかんだ手ごわかったよザシアン。さすがだぜ。さあそろそろゼクロム君も退場の予感が漂っております。地獄好き耐えとるで耐えちゃったよ。まあ安全に行くなら自己再生だよな。自己再生プラス激凛、もうあとは殴ってれば終わりです。さすがに勝ち目はない。こちらまだ一体も落ちてないもんな。さすがにそろそろ降参するのではないでしょうか。まだ諦めない、ベストを尽くすその姿勢素晴らしきかな。再生というかこのガエン何持ってんだ。回復の木の実を一切持ってないのか。メンタルハーブとかか、その可能性もあるか。よし、さあ改めて絶望をくれてやりな、メッソン。ここからはお相手の両親に訴えていく戦いになるぜ。まあその必要もねえか。残念ながらもう終わりだな。巻き込みたくないんだけど、巻き込んだ方が早いのでまさしく、ちょっとメッソンかわいそうだから、デデネはかわいそうじゃないんですか。いやデデネ耐えるから大丈夫大丈夫、すまんね。冷静に考えたらもうあれなんだわ、あの頬の方が早いからこうなるんだわ。地面半減味、グラードン対策かこれ。でででででで、耐えるがなふ
さすがデデンネ、なんともないぜ。というかさ、1試合の時間が妙な展開ですげえ伸びてるよな。ですが安全に勝つとはそういうことだぜ。いかんねえ。では改めて自信を涙をお前に打つぞ。もう訴えかけてやる。お相手のガオガエン、諦めない姿勢は素晴らしかったが、お前はもうすでに4ターンぐらい前から死んでいたのだ。ありがとうございました。さあ2戦目対戦よろしくお願いします。蓄電がいるね。しかし金電がおらんね。まあだからといって遠慮はいらんのだが、岩2匹に対して鳳凰はさすがにちょっと微妙かもしれんな。ドレディアも微妙なんだよな。ランド言っとく。物理も微妙な。どうする、どうしよう刺さってね、やべえ。まあ2試合ぐらい気持ちよくなったんだから、3試合目は我慢しろってことですかね。ちょっとだけ技構成変わっております。意外とね、岩技打たないので必要がない感じがしたので守るにしました。これによってメッソンと水浸しでコンボを狙いやすくなったでしょう。蓄電野郎、こんにちは。いくメソよ。まあ砂が巻き上がっちまったらメッソンが1ターン以上持ちこたえる世界線ってのはあんま期待しない方がいいんだろうね。ではでは、つぶてゼクロム、セオリー通り行きましょうか。大ドラグーンボルトロス、これでバンギの火力も1段階落としてやりたい放題させてもらうぜ。この対面無効的にはどっちが狙われると考えるだろうね。ドラグーンはお相手のオーロンゲいましたよね。あいつに無効にされるからちょっと怖かったんだが問題はなかったらしい。行きます。この1手目でもう大体の試合決着つけていく覚悟で挑むぜ。シクヨロ、うらー、ほう、向こうもゴージャス。どっちだどっちだ。お、ボルトか。勝ったな。この対面なら問題はない。一撃で倒しますよ。では失礼、つぶて16ダメージ。この高種族地帯ではわずかなダメージも命取りになるからな。では大ドラグーン、遅い、陽気最速ですゆえ一撃粉砕。これはゲーム終わったなまあこの指とかが飛んでこないって分かってたらもうすげえ有効なんだよね。この指がいた場合はなんか他の目尽くししてうまいことやるつもりだったんですが、今回はマッチングしなかったね。特殊やってくれますね。大ドラグーンが意味をなさないじゃないか。しかも結構痛えから、これメガネかなんかじゃねえかな。ニヒレゴ、圧倒的な速さで殴ってくるよな。水浸しを打つ必要はねえんだが、マッドショット行こうか。でゼクロム君ウォール早速役に立ったな。向こうからしたらメッソンはスルーしてもいい感じになるのかな。メテオビームとかを駆使して落としてくるかって思ったけどジェムだぜ。まあそれとバンギで落とす気だったのかまだちょっとよく分かってないが、これで十分致命傷防ぎます。さあこれでお相手のレヒレはこちらより遅い。この間にやることはやっておきましょうか。
パワージェム程度なら放置していい気がするんだよな。そうだね、ニヒレゴに涙目、そしてあちらにダイサンダーぶっかましておきましょうか。バンギの方が痛そう、多分これ。あれメガネじゃないとさすがに痛すぎるし、最後のダイマ誰にする気だ。いなされちまったけどな、十分。よし、もうそこに転がってるクラゲは S が遅すぎるから大した脅威ではない。涙目、ピエンピエン、特攻も低下するからな、安定して火力を下げれるわけよ。やっぱあいつメガネだろ。さあこの次のお相手が何出してくるか。近年ではないにせよダイマックスを切れるエースが出てくる。ロトムか、確かに切れそうだね。向こうからしたら弱点保険ゼクロム何としても潰しておきたいところでしょうか。ならば涙目だね。とりあえずニヒレゴはもうある程度ほっといても良さそうですが、守る。ロトムに対してはマッドショットも入らないからな。ダイマを切ってこないんだが、意図がわからないんだが、とりあえず泣いておこう。パーティーの傾向的にダイマを縛ってるってネズさんじゃないんだから。防ぐ。大ウォールだったんでね、守るは見せてない。オーデン、これはメッソン落ちますかね。さすがに味方を巻き込む放電一掃できないんだがな。よし、弾か。2体まとめて倒したかったというところか。ロトム単体の火力でもゼクラも足りると思うけどな。といってもこっから先突然ダイマ切ってくるとかよくあることなので、まだ油断はしない方がいいです。行くぜ、何も考えてないでで。ですがもうゲームセットですね。ここでエレキネットを当ててからの、雷撃でロトムは一撃です。対戦ありがとうございました。そういう意図だと思うんだけど、放電と放電巻き込みプラスパワージェムで落とすっていう、そういう動きだったと思うけど、ここでもダイマ切らなかったら、まあこの試合ボツになっちまう。さすがにダイマすら切らない相手に勝ったところで嬉しくはねえぜ、さすがに。まああれ、ちょっと待って、ごめん。今気づいた、ごめん。あの謝罪ついでに生きらせていただく。あまりにもボルトロス氏が出落ちだったせいでダイマなくなってるの忘れていました。申し訳ない、ゼクロムが強すぎて申し訳ない。いやー皆さん、こいついつ気づくんだ、頭おかしいんじゃねえのって思ってただろうな。もう今もめっちゃ恥ずかしいよ本当。いやそういう試合がね今回の録画であったんですよ実際。いて、意外とやるじゃん。ですがもうゲームセットよ。しかしブーストはちょっとまずいか、特攻上がっちゃったよ。砂は収まって特防ちゃんおかえり。うん、なぜか相手がダイマ切ってくるタイミングが不明瞭っていう試合はありまして、うん、またかなと思ってたんですけど、今回は早々に撃沈してたね。まあ感覚的には即落ちと、即落ちイコールダイマまだ切らないのってい う, もう王者の余裕と捉えていただいても構わないぜ。涙目、そして投げつけて絶望の二重奏を奏でてやろう。さりげなくネットで S も落ちてます。もうどうしようもない。向こうからしたら巻き込み自身でゲームセット級でしょうしね。まあ覚えてないんだが、投げつける、キュライナ、オレ。グラードンに対する牽制ですね。威嚇で下げつつ麻痺も入れてやろうっていう魂胆です。最高の猫魂をありがとう。では涙目、デデンネの涙目に包まれながら
岩のなだれを受けて散るがよい。試合としては完封なのに全試合通して完封なのにさ、やりたいことやって、いやすんません、型にはまりすぎるのも問題ということかな。ヘドバグー効かんね、痛いね、しかしデデンネチャージ、フルパワー、もう一発耐えますぜ、フッフッフ、さすがデデンネチャージ、この回復力は本当素晴らしいよね。ではダメ押しの、そう、さらなるピエンする権利は今の毒でいただきましたからね、正当なる涙目だよ。ではなだれでゲームセット、対戦ありがとうございました。ピエーンピエーン、お相手のステータスをズタズタにしているね。さらばじゃ、まあ命中不安定の技ばっかりだからちゃんとしておかないとね、万が一があるので。はい、というわけで、いやー恥ずかしかったです、ありがとうございましたなんだろうこの敗北感、連勝したのに